はい、どうも、オクポンでございます。昨日はですね、動画をご覧いただきありがとうございました。1点目 BTC、で、2点目は ADA、そして3点目に日本株、米株を踏まえてですね、お話をしてまいります。で、1点目のですね、BTC に関しましては、年内1000万円から1200万円くらいまでは行くんじゃないかなと思っております。まあ、年内の利確はせずにですね、来年頭にしようと思ってます。理由としましては、税の区分っていうところが12月31日から1月1日においてですね、変わってくると。なので、今回利確すれば3月の15日までね、お支払いをしなきゃいけないんだけども、それをですね、そのずらすことによって、来年の2月の半ばから3月の15日までにですね、税金の方を入れればいいというところでございます。ADAに関しましてはですね、まあね、こちらも年内の利確は考えておらずですね、来年以降の利確を考えております。で、まあこれ人のね、ポジションって気持ちによってもだいぶ変わってくると思うんですけども、ADAのね、メリットというのはステーキングっていうところだとは思います。で、年利で言うと 5%、複利を踏まえると 11% とかね、いうところですね。で、まあそれを踏まえるとですね、なかなか難しいんですけど、ただ価格全体が下がればですね、こちらは利益を持ったまんまですね、下がったところでADAをまた新規で購入してね、でそれを再度ステーキングに回すっていう方法で枚数を増やすっていうのがね、いいんじゃないかなって勝手に思っておりますのでね、ADAそのものは単価が確かに枚数は増えてくんだけども、それなかなかね、だこまめにやる方であれば私みたいにねやってしまった方がいいんじゃないかなと思います。3点目、こちら日本株米株についてですね、まあ私のポジションも踏まえてお話をしたいと思うんですけども、日本株非常に難しいです。金曜日に大手のね決算が出たんですけど、その大手の本当に日経225に絡んでくるような大手の決算ね、とてもいい決算が出てる企業多くありました。の中で、いい決算をですね、出してるんだけども、株価が暴落してるというところを踏まえると、やっぱり日本株ってのは難しいなっていうのは、また再認識しました。っていうことで、最近始めてる、まあ、米株、こちらにですね、ちょっとこう、今の、まあ、労働賃金をですね、まあ、月間で5から10万円くらいずつ積み上げてってですね、新興の日本でいうとこのマザーズのね、ETF みたいのがあるんですけども、これにね、入れていくと。マイクロソフトとアマゾン。まあ、この辺はですね、買っていきたい。ただ、アマゾンは高いんですよ。多分いい会社だと思います。まあ、理由としましてはですね、マイクロソフトも、アマゾンもですね、まあ、Google もそうなんですけど、日本に税金入れてないんですよ。でも現状ですね、日本人が多く使ってる、まあ Apple も踏まえてくるとまたね、 iPhone のね、保有率っていうのは日本人多いとは思うんですけど、まあその辺を考えるとですね、なんで日本人は国内のね、会社のね、ものを買わずに海外の会社を応援しつつ、しかもそこんちはね、税金を払ってないんだぞと。でもそこを言っても多分しょうがないですよ。日本人そのままやると思うので、でその辺を踏まえてですね、であればもう米株だろうと。で、まあ理由は今言ったね、ですね、日本で日本人なのに日本のものを製品を買わずして、アメリカの製品をですね喜んで使ってると。そしてそのアメリカの会社っていうのは日本に税金を入れてない。それを分かっているのにそれを使ってる。まあこれはどうしようもないと。でもそうすると税金払ってないんだから、その分アメリカの会社であるApple にしても Google にしても Microsoft にしても儲かるわけですよ。ここに入れずしてですね、もう安定感のある投資はないなと思い始めました。他にもですね、暗号資産の方に戻ってくると、ETF ではなくて、NFT とかね、DeFi だとか、仮想空間のね、あの辺のシンボルかな。シンボルもそうですし、まあ他にもですね、Facebook の、ま、マーク・ザッカーバーグがね、お話をしてた、ああいうね、ところもそうなんですけども、非常に辺っていうのは、面白いと。で、仮想通貨で今、ちょっと前ね、2週間くらいに話題になったのが、シバコインかなっていうところなんですけど、まあ、シバコインのですね、お話をすると、1年前に88万円買っとけば、
6000億円になったっていうね、こういう事実っていうのが出てきてますので、そうすると本当に1万円とかね、2万円とかの投資でも、もうまあ本当に車とかね、家とかね、変えてしまうっていう次元のね、瞬発力がありますんで、まあこちらとかもまあないがしろにはできないんでね、まあこの辺の情報を拾いつつですよ、もうあんまり考えないでアメリカ株に、まあ楽天証券でね、入金もインターネットバンキングでですね、もう入れて、でこれ買って、で集めていくと、で配当をもらっていくと、まあアメリカ株とかだと4回のね配当もらえますんで、そこのあれですよね、複利の回り方っていうのも、年2回の配当か年4回の配当かって言えば、年4回の配当であればその複利の回り方、まあその株をね、またその額で配当の買い増し買い増しっていうのを考えればね、複利で回せますんでっていうところも踏まえてですね、やっていきたいと思います。でまあ最後に日本に住むメリットっていうところをお話をしないといけないのかなと思うんですけども、日本に住むメリットは日本が通じて安全であって物価が安いとこういうところになってます。でここのメリットっていうのはなかなかね、ないと思うんですよ。日本が通じるっていうのは日本がやっぱり一番日本を通じると思うし、もう安全であると。で物価が安いっていうのはまあよくね、悪い意味で賃金が上がらないとかね、いうところをフォーカスされるんですけども、そこの確かに30年ほとんどね賃金上がらないと、もう各言うドイツは20年だったかな、20年か30年で同じ職種でですね倍になってると賃金が、っていうところをです。で、まあ悪いとこばっかりね、フォーカスしても辛いだけなんだね。安い日本で住み、配当利回りがいいアメリカ株に投資すると。そして、未来は夢と希望しかないね。暗号資産っていうところで、こちらもまたね、スパイスを加えながらね、人生を謳歌したいなと思います。最後に、健康管理。皆様もですね、お金があっても人が集まらないとしょうがないんですけど、その前に健康でないと、人の場所に、集まる場所に行けないし、人が集まる空間も作れない。で、お金っていうのは、正直ですね、あんまりというか、結構増えちゃうんで、私が言ってることを過去の動画を見ていただいてもいいんですけども、私がやってる通りに私自身がやってれば本当に数十億とかね普通にあるんですよ。でも今現状これないのは、私自身が言ってることを私自身で実行してないっていう、そこにあるんでね、はい、っていうとこなんで、まあ私が言ってるような流れになるんで、それを、まあ、信者になっても困ると思うんですけども、まあ、こんな爆発的にね、増える、相場ってのはなかなかないと思いますんで、私らが生きてて、ちょうどいいタイミングに、今ね、生きてらっしゃる方は生きてんじゃないかなと思います。こんな変革のね、時っていうのは、相場ってのが本当に芝コインみたいな相場もありますんで、夢と希望しかないんで、その夢と希望しかないとこに、ちょっとだけのね、資金を入れるだけで、人生っていうね、普通に食うに困らないね、そこのフェーズに飛べるか、飛べる部屋っていうのは、ね、いっぱいあるんで、大事にね、自分大事で、命大事でですね、生きていきましょう。それでは、バイバイ。